Hello everyone, ダージャーハオ、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは運命を信じますか？皆さんの中には日本に興味を持って日本に旅行に来たり、ちょっと日本語勉強してみようかなと思って日本語を習っているうちに、あれ？結構日本人っていいんじゃない？って思う人もいると思います。別に今は日本人に興味ないっていう人も、バーに行った時隣にいたかっこいい人が日本人だったとか、図書館で本を取ろうとしたら運命の日本人に会っちゃうかもしれませんよ。実は僕昔大学生になる時に、同じ大学の中で彼女は絶対作らないって決めていました。なんかもし彼女といろいろ会った時に人間関係がめんどくさそうじゃないですか。だから大学生1日目は絶対女の子と話さないぞと思って授業に行きました。それで授業が終わって、よしよし、誰とも話してないぞ、これで安心した大学生活が送れそうだって思いながら大学の中のコンビニに行ったんですよ。そこで僕の大好きな豆乳のバナナジュースを買おうと思ったら、隣のレジで焦っている女の子がいたんですよ。一回無視しようと思ったんですけど、まあまだその時は心が綺麗だったので、どうしたのって言ったら、お財布忘れちゃったって言われたので、まあお金を貸しました。で、結局その人と僕は付き合うことになりました。ですので、皆さんもいつどこで日本人と恋に落ちるかわからないし、その人があなたの運命の人かもしれませんよ。じゃあそうなった時、最初のデート成功させたいですよね。もう任せてください。皆さんの運命を絶対離さないように。僕が考えた最強デートスポットを教えます。まず初めてのデートで一番大切なのは何だと思いますか？それは会話です。いや当たり前だろと思っているあなた、初めてのデートで水族館に行ってないですか？あそこのペンギン可愛いね。じゃないんだよ、可愛いのは女の子だよ。君の運命の相手はペンギン？まあ僕は犬だけど。もしくは映画館に行こうとしてないですか？今日の映画良かったねじゃないんだよ。良かったのは隣の女の子の笑った顔だよ。なんでスクリーン見てるの？多分家に帰った後はポップコーンと涙の塩の味しかしないよ。おかしいな、キャラメルポップコーン買ったのになんか塩の味がするってなるよ。だから初めてのデートはお互いをよく知ることが一番大切です。でもやっぱり普通のカフェだとつまらないと思うので、一つ目のおすすめはプラネタリウムカフェです。すごいんですよ。ちょっと暗くてデートみたいでおしゃれだし、上にはすごく星がたくさんあって綺麗で、結構記憶にも残りやすいのでおすすめです。周りも全然うるさくないからちゃんと話すことができるし、話すことがなくて気まずくなってもあ、流れ星って言えば大丈夫です。このプラネタリウムカフェは東京とか大阪とかいくつかあるので、結構みんなが行きやすいところを選びました。もし女の子がアウトドアが好きだったらキャンプカフェっていうのもあるので、そういう日本のちょっと変わったカフェに行くのがおすすめです。カフェはちょっとつまらないなっていう人におすすめなのがロッククライミングです。ちょっと待って、いやそれはないわって思ったでしょ。これすごいからね。いやもちろん本物の岩は登らないですよ。よし、今日のデートスポットはこれ、頂上で待ってるよ。いや頂上で待つな、初めてのデートに命かけるな。もちろん室内で全然高くないし、安全で安心して初心者ができるところですよ。相手と話すって緊張しちゃうから、一緒に何かにチャレンジすることでハートがつながるんですよ。しかも自分が登っている間、相手は皆さんを見ているからね。ペンギンじゃない、スクリーンじゃない、みんなが登っている時にちょっと見える筋肉にドキってなるんだよ。だからみんなも見られてもいいように筋トレをしてムキムキになってください。ムキ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 は筋肉がたくさんある状態を表しています。これドイツ語で筋肉はムキっていうらしいので、日本語もムキムキになったみたいです。めっちゃ面白くないですか？もしみんなが日本語話せなくても筋肉が見えた時にムキムキって言ったら、もうその男性の心はあなたのものですよ。やっぱり男はモテモテになるために筋肉をつけてるので、つまりあなたのために筋肉をつけているので、
俺のことよくわかってるじゃんっていう風になります。じゃあ本当に言語の壁があるっていう時におすすめなのがカラオケとダーツです。日本には本当にいっぱいカラオケがあるので、そこで楽しい時間を過ごしたり、好きな曲について話したり、最後に一緒にラブソングなんか歌ったらね、もうグレイト。もし歌が苦手だったらダーツがおすすめで、簡単に遊べるし、もしこうやって持つんだよなんて教えて手が触った時に、あ、ごめんなんてあったらね、いい恋愛してるね。こういう風に初めてのデートでは一緒に話したり、一緒に何かをしたり、お互いのことを知るためのデートで、もう付き合っている人は逆に映画館に行くと一緒にいて安心するとか、一緒に時間を共有できて嬉しいっていうのがメインになります。僕が皆さんの運命を引き寄せるので、皆さんはいいねとベルボタンをよろしくお願いします。はい、どうぞ。押した？OK です。インスタグラムでも僕の日常とかオノマトペクイズとかをしているので、下のリンクから登録お願いします。皆さんありがとうございました。今日は映画館でも行こっか。